サー・ジョージ・ルークはイギリス海軍の提督。最高位は海軍元帥。フランス海軍との間の海戦式で知られ、特に B51 の海戦での勝利と1704年のジブラルタル攻略で名を残している。1650年にケント州カンタベリー近郊のセントローレンスでジェントリーの名家の次男として生まれた。1669年、 あるいは1672年に志願入退者として海軍に入った。英蘭戦争に従軍1673年には23歳の若さで艦長となった。エドワード・スプレージ提督の知記を得て順調に出世を重ねた。1690年には艦隊の第三席司令官になり40歳で召喚の仲間入りを果たした。 大同盟戦争では早速部隊の指揮を取り、ビーチヘッドの海戦に指揮官の一人として参加した。1692年には、エドワード・ラッセルを総司令官とする、エーラン連合艦隊に従軍し、公衛戦隊の次席司令官として、バルフルール・ミサキとラオー軍の海戦を戦った。この海戦でルークは、5月23日から24日にかけて、 フランス戦列艦12隻を焼き討ちする大きな戦果を挙げた。1693年6月にはイギリス主力艦隊の戦隊指揮官の一人としてスミルナに向かう護送戦団の護衛を行った。艦隊主力が途中で護衛を打ち切った後はルークが戦団の指揮を引き継ぎ、戦列艦11隻を中心としたルークの戦隊だけが護衛中、フランスのトゥールビルハク率いる。 戦列艦80隻以上が襲いかかった。このラゴスの海戦で約400隻の商船は死産、そのおよそ1、4がダホや撃沈されてしまった。もっとも、この敗戦の責任はルークに負わせるべきではなく、情報戦体制に不備があった政府や海軍上総部が負うべきだとの見方もある。1695年10月にラッセルから主力艦隊の指揮を承継。 翌1696年に海軍元水へ任命された。1697年のレースウェイク条約による講和成立までの間、イギリス海峡と地中海での任務を継続した。1700年には大北方戦争の冒頭、オランダ海軍との連合艦隊を率いてコッペンハーゲンへ出撃した。これはデンマークにスウェーデンウォーカール12世群を上陸させる。 ハンス・バヒト・マイスター提督のスウェーデン海軍との共同作戦であった。1702年にスペイン継承戦争が勃発すると、ルークはオーモンド港、ジェームズ・バトラーと共にカディスへの遠征を指揮したが失敗に終わった。しかし本国への撤退の途中、スペイン護送戦団と遭遇して B51 の海戦により撃滅できたため、議会に対して申し開きができた。ルークは、 貴族院の特別委員会の避難を受けたものの、数密院議員の地位を得た。1704年にも地中海での作戦行動を行い、5月末にはフランス艦隊と遭遇するが、停戦して作戦会議を開く間に逃げられてしまった。同年7月にはジブラルタル攻略戦で海上部隊を指揮し、占領後の7月24日から8月4日まで、 ジブラルタル総督を務めた。8月13日にはマラガの海戦でフランススペイン連合艦隊と交戦し、戦術的には引き分けだったもののジブラルタルの確保に貢献する戦略的勝利を収めた。1705年2月、ルークは健康上の理由でクラウズリー・ショベルと交代して現役を退き、故郷のセントローレンスへ帰って余生を過ごした。 退役の背景には議会におけるトーリー党とホイッグ党の政治対立があったとする見方もあり、トーリー党が自党員であるルークを称賛して、ホイッグ党員のイングランド軍司令官マールバラコー、ジョン・チャーチルを貶めたことから、ホイッグ党の反発を招き、ルークの辞任決断につながったという。2004年にルークを称える記念碑がジブラルタルに混流された。これは、 イギリスのジブラルタル領有300周年の記念行事の一環として行われたものである。海軍指揮官として、それほど有能な人材ではなかったと言われる。決断力に欠ける面があり、戦術上の決断をする際に頻繁に作戦会議を開いたのは自身の優柔不断さや、定験の無さを誤魔化すためであったとも評される。B51 などでの戦勝も、トーマス・ホップスンやジョージ・ビング、 ジョンリークラブ下の貢献が大きい。さほどの能力でもなく、しばしば失敗を犯しながらも、海軍の最高の地位にまで上り詰めた点で、幸運に恵まれた人物という評価もある。カディス攻略に失敗しても、B51 の勝利で挽回、地中海で敵艦隊を取り逃がしつつも、急遽行ったジブラルタル攻略やマラガの海戦の成果で、不始末を帳消しにできたからである。ありがとうございます。